今回は2年目オフシーズン実況後編になりますよい。まだまだやるべきことっていうのは残ってますので、今回の動画でオフシーズンにやるべきことすべて終わらしていきたいと思います。まずは FA 交渉からですね。うちからは沢村が FA 宣言しちゃいましたけどね。まあ他球団からはどうなのか。去年はかなり豪華なね名前が並んでいて、そして僕もそこから秋山翔吾っていうのをね、取りましたが、まあ今期はですね、まあ、去年以上にこの FA でいい選手を取れたらなと思いますのでね。じゃあ FA 交渉を望んでいきましょう。おー、ちらほら知ってる名前が結構いますね。まずカープから今村が FA 宣言ですね。わー、今季の成績ひでえな。よくこれで FA 宣言したな。まあでも能力は高いからね。でもこんな負けてこんな防御率のやつ取ろうっていうチームいるかな。一応交渉してるのはヤクルトだけなんだね。で、中田翔が FA 宣言じゃないっすか。だから何なのっちゅう話だよ。今最もいらないわ、うちのチームからしたらね。ちなみに翔さんと交渉してんのは広島カープ、地元ですね。あと阪神ですね。で、上本も FA 宣言。二塁手ですよね。個人的にやっぱ二塁手の選手っていうのはかなり今欲しいので、ポイントは9900ポイント。年俸ランクは A ランクか。結構あれだな。いやでも二塁手強化できたらチームはかなり強くなるからね。今使ってる二塁手っていうのが吉川、山本、田中俊太、そして、寺内なんですよ。まあ、この4人でね、調子によって色々とローテーションしながらって感じなんですけど、上本が入ってくれたらね、まあ、怪我さえしなければ、ね、ずっと使い続けることが可能なんで、ちょっとこれ候補に入れておきましょうよ。うん。で、角中、わーお。まあ、でもいらない。外野手はもういらへんわ。いっぱいいるからね。阪神めっちゃ FA 宣言されてるじゃないですか。俊介もか。で、楽天から銀次ね。ソフトバンクから明石も FA 宣言だね。で、土の上、うちから沢村。で、日ハムの宮西か。え、これだけしょぼいな。前年と比べても霞むでしょ、こんなんね。悲しいね。もっと、パープロの中では豪華であってくれよ。お前、ゲームでもこんなしょぼい FA っていうのも、ちょっと悲しい話だよ。うん、まあでも、これくらいしかいないもんなんでね。まあ、うちが取るべきとしたら、やっぱこの上本じゃないですか。守備固め要員で、どの上もっていうのもありかもしれないね。年俸も安いし、うん。やっぱ強くするためには、こういう選手っていうのも必要ですよ。ド派手な選手もいいですけどもね。あ、陰で支える選手。なのでね、今回この FA で交渉するのは、上本と、どの上ですね。どちらも内野手だ。お前の兄がね、この巨人に所属してた時期もありました。もうそれは遠い昔の話。今はいないけどね。弟も来るのです。さあ、この二人と交渉していきましょう。払うものを払えば来てくれるはずですからね。上本は年俸9900万を要求してきてますけども、ここはですね、ちょっとだけ多い。キリのいい1万ポイント。で、契約年数は2年ですね。背番号は本人が希望してないらしいので、まあ、そのまんまで OK ですね。はい、これで臨みます。定時だ。そして、どの上くんね、2200ポイントとはだいぶ、なんていうのかな、自分のことを下に見てるというかね、もっともらってもいい選手だよ。中日じゃこれだけの年俸しかもらえなかったのか、悲しいな。いや、うちはその倍払ってもいいくらいですよ。それくらいの価値があるんだからね、このどの上にはね。4000ポイント、絶対。買い取りたいので、はい、これでどうぞ。さあ終了だ。 What? ニュースが流れなかったということは誰も来ていないということ？嘘でしょ。上本もどの上も欲しかったんだけど、あいつらどこ行ったんだよ。まず沢村はヤクルトに行ったね。まあ、これからですね、沢村と対決することもあるでしょう。上本はオリックスに行ったのか。マジで？どの上はそのまま残留したってことか。ですね。中日に残ったんだ。地元愛を取ったんだね。あー、まあ、賢いっちゃ賢いですけども、ちょっとこっちに来て欲しかったですよね。その他、中田翔が楽天に行き、角中が中日に来るので、まあ、来年ちょっと中日が強くなりますね。俊介は西武に行き、今村がヤクルトに行く。ヤクルトは中継ぎ補強しまくりだね。で、宮西がソフトバンクということになりました。うちはね、これ、沢村がヤクルトに行ったので、まあ、お金か、そして選手獲得することもできるんですけど、どうだろうかな。ほとんどの選手がプロテクトされてますね。まあ、当たり前っちゃ当たり前か。この星という選手なかなか良くないか？ねえ、年齢は25歳、若いじゃん、3年目のね。ほんで球速マックス155だからね。未だ成長してますから、ぶっちゃけさ、これ覚醒してんじゃないの？結構な能力の上がれ幅だよね。
沢村使うよりこっち使った方が個人的にいいんじゃねっていうツッコミはあるけどね、ちょっと成績はそこまでではないですが、これ実質トレードみたいなもんだよね、沢村とレベル考えたらね、実力だけ考えたらね、絶対こっちの方がええですやん。いや星くん取りましょう、うん、選手をもらいたいと思いますが、これで OK ですね。グッバイ沢村、新天地で頑張れや。そして自由契約選手採用になりますのでね、まあ FA でね選手が取れなかった分、ここで何かいいお宝っていうのを手に入れていきたいよ。去年も多く取ったからね、今年もまた使える選手がいたら多く取るよ。さあどうだ、おいおいおい、いきなりビッグネームが並んでるのは気のせいか。悲しいね鳥谷さんね、こんな結末を迎えるとは。連続試合出場も途切れるわ、球団から戦力外にされるわね。最後まで買ってやれよお前いや能力的にもかなりガタが来てる選手ですからね、まあ、代打の切り札的な存在だと使えるかもしれませんが、代打の切り札は6800ポイント払える？ノーですね。ちょっと選択肢としてはないですよ。で田中健介も戦力外、まあ納得だわな。大松もか、なんなら遅すぎるくらいだよ。ペナントの1年目でもおかしくなかったけどね。うわ金子千尋もいるじゃないですか、マジで。はあ、能力的にはまだまだできそうですし、あ、まあ去年の成績がひどかったからか、クビにするまででもないと思うんだけどね。ちょっとやっぱペナントのね、あの CP っていうのはかなり厳しいですから、現実よりも非常な、あ、そういうね判断を下すんでね、使えると思うんだよな。やばくない？うちのチームマー君いて菅野いてさ、そして金子いたら、お前日本球界を代表するオールスターチーム完成やんけ、マジでね。ネームだけ見たらね相当強い。いや、ちょっと候補として頭に残しておきましょう。まだちょっと他確認していかないと。ジョンソンもいる。おいおいおい、こんなん使えるバカだろカープ、何考えてんだよ。確かに去年の成績はそこまででもないけど、これクビにするほどカープ余裕あるんか。能力は球速はだいぶね5キロ落としてますけど、使えるやろ。いやいや、もうこれちょっと FA みたいなもんだよね、実質金子とジョンソンのね豪華だわ、あの FA より豪華だよお前、自由契約の方がね。やっぱまずは金子千尋ですね。全然ローテ張れるピッチャーなので、こんな使っていかない方が損するよ。契約更改です。そしてジョンソンもですね、ちょっとこの2人7000ポイント超えてるので高いですけども、契約する価値は十分にありますのでね。アマダーもいますわ、パワー A の80、パワーは衰えてないんだね。ほんでこれ去年全く使われてないじゃないですか。それ以外の能力はむしろミートはここに来て上がってきてるっていうね。3700ポイントということを考えれば契約更改で、巨漢アマダーを取りますよ。どうしようかな、トガメもいるんだよな西武から。お前こんな西武戦力外にするほど余裕あんの？まあ成績ひどいですけどね、全然使えると思うんで。お、もうこれも、うん、契約です。あ、でこれ元巨人の小山がいるじゃないですか。楽天から戦力外になったんだね。能力は上がってるし、まあ年齢は31歳、まあ今がピークって感じかな。全然使いそうな感じある。再び取るっていうのもありじゃないね、トレードで出した選手ですけどもね。あ、中継ぎやっぱ欲しいんで、安いし900ポイントなので。鳥谷取るつもりはなかったけど、ここに来てなんかめっちゃ取りたくなってきた。坂本と鳥谷の二遊間とかちょっと組みたくない？ネーム的にね、組めたら最高じゃない？巨人超人気球団になることない？能力的にはもうかなりガタは来てる。さっきもね、取る予定はないということを言ったけどね。やっぱり見たい。単純に。シーズン100勝できなくてもいい。鳥谷と坂本の二遊間をね。なので取ってみるか。阪神の生え抜き鳥谷を巨人が取るか。やる？いやね、やっぱ怪我しないっていうのがかなり魅力的なんですよね。怪我しちゃったら試合出れないもんね。しないという魅力があって、まあ選球眼とか調子安定もあるということを考えれば、使えることもできるんじゃないかな。ほんでまあ年齢で言うと今38歳、ここに来ての能力が上がることっていうのもなかなか少ないかもしれないが、急な覚醒が起こるかもしれない。やっぱ2000本安打達成してる阪神タイガースのレジェンドですからね。そんなレジェンドをこのまま球界から去っていいのか。ダメでしょね。まだまだ残ってもらわないとダメなので、うちが取りましょう。最後の70人目の選手っていうのはこの鳥谷に決めます。もうこれ以上の選手は取ることはできませんのでね。これで OK ですよ。はい、終了です。
うちが戦力外にした和田は広島カープに行きましたね。ほんでカープはその他グラシアルも取ってますから、それ取るんならジョンソン残しておいた方が良かったんじゃないのっていうツッコミもありますけどもね。まあその他ね、選手もかなり、他球団に移動してます。大松は再びロッテに戻りましたね。ヤクルトからロッテ、もしかしたら大松が何か来季してくれるかもしれませんね。何かね、知らんけどね。はい、まあこんな感じです。いろいろとお宝をゲットすることができたよ。金子千尋、小山、戸亀、鳥谷、ジョンソンで、アマダー、 FA よりも豪華な選手がうちにやってくる。名前だけ見たらね、みんな能力は衰えてるけどね。海外留学だ。岡本和真とかちょっと送ってみるの面白くないですか。年齢は23歳、まあ、今年24になるのかな、3年目でね。やっぱり一皮むけてほしいんだよね、この男には。海の向こうに送ることによってだいぶ能力上がって帰ってくる可能性もありますから、まあ無理してね、3年目の頭から岡本和真を使わなくてもいいわけですから。まあ外国人を取ったり安倍晋之助がいたり亀井がいたりと一塁手は困ってないからね。そういうことを考えるとやっぱ岡本ですね。一皮むけて戻ってこい。あと一人はやっぱドライチの山上かな。去年取った選手なんですけどもね、まあこの選手二刀流として育てていこうと思ってるんですが、二刀流能力は低いですから、特に野手能力がね、やっぱ野手の能力を爆上げして帰ってきてもらいたいんだよね。そうすれば本当の意味で二刀流として使うことができる。今は無理やり使ってるってだけだからね。この選手を海の向こうへ送りましょう。そして野手ですね、野手として送りますから。で、留学先をどうするかだよね。今あるのはヨーロッパ、アフリカ、コリア、オーストラリア、ドミニカリーグ。ただドミニカリーグの場合だと4万5000ポイント消化することになるので、これ足りませんよね、金額ね。今3万9185ポイントしかないので、金額的にいけるのはこのヨーロッパかコリアかオーストラリアだね。短所のない選手にすることができます。要するにマイナス能力を消せるっていうリーグですよね。で、コリアはですね、全能力をバランスよくアップすることができる。いいんじゃない？これね、韓国に行くのも。やっぱ岡本にしてもね、山上にしても全ての能力を上げてバランスよく帰ってきてもらいたいので、コリアリーグで一番安いですしね、近いしね。ここに決めた。さあ、二選手、頑張ってこいよ。さあ、オープン戦です。手に入れた新戦力をここでちょっと試していきましょうよ。オープン戦1試合目は中日ドラゴンズ戦ですね。先ほども言った通り、この2年目のオフシーズンで取った選手っていうのを中心に使っていきますので、今日の先発はドラ1の土井ですね。どういうピッチングを見せてくれるか。相手中日ドラゴンズもいろいろとね、選手が加入してるんじゃないかな。角中が4番に入ってますからね、いろいろ驚きですが、さあどうなる？土井が抑えるか。敗北？勝てなかったのか。4対1。後半に3点取られて逆転負けをしてるね。山野、これ僕が1年目に取った選手ですね。それにホームランが生まれたが、新戦力で取った星ですね。それがいきなり打たれて負けたというゲーム。勘弁してくれよ、お前。点も取れねえしよ、守れねえしよ。いきなり不安になるオープン戦だな。でも打たれたのはね、この星だけですから。ドラ1の土井は5回投げての1失点。いや、いいアピールしてくれたね。これだと、開幕1軍もあるよ。続けて2戦目は西武戦。ここで田中将大を登板させたいと思います。神の子ですね。まあもう試さなくてもいい投手なんですけども、まあどういうピッチングをしてくれるか。今日は相手西武のエース菊池との投げ合いだからね。で、山賊打線なかなか恐ろしいよ。マー君とはいえど打たれる可能性もあるが、結果は今日も敗北、惨敗かい。マー君は、うわ、これ結構打たれてんじゃないの、今日負け投手になってるからね。おいおいおい、井川が登板したになってくれてんじゃねえよ、この野郎。4回3分の1を投げて3失点。あ、4ですね。自責が3ってだけで、ヒットも多く浴びてますから。ちょっと不安になるわな。それ以外はほとんど抑えてるんだけど、マー君だけが打たれてんだよね。井川貸して戻ってきたのか。俺まんまと地雷踏んだ可能性もあるね、これだとね。いやいや、もうたまたま悪いピッチングがこのオープン戦で出ただけだと思いましょう。シーズン始まったらわからんよ。そういえば2013年のマー君っていうのはね、24勝無敗をね、あげましたけども、あの時っていうのも WBC では調子悪くて打たれてたもんね。でもシーズン始まってみれば、ああいう活躍があったわけですから、大丈夫大丈夫。不安要素なんて一つもないね。そして次がオープン戦最後のゲーム、阪神戦ですね。ここまで一度も勝てずに3戦目を迎えてしまったわけですが、どうなるか。今日の先発は桑原ですね。勝ってくれ。今日も負けるの？オープン戦一度も勝てずシーズン始まるんかい。嫌な気持ちでシーズン迎えないとダメですね。今日も後半に打たれてこれですから、やっぱり
なんか中継ぎっていうのはこいつらじゃダメだね。まあ一軍級っていうのはみんな二軍に置いてますから、二軍級の選手を一軍に上げてこうやって試して使ってるんですけど、まあ、見事寺山が大炎上かもしれません。それ以外のピッチャーは抑えてくれてるからね。こいつだけなんだよね。まあいろいろと見えてきましたね。開幕一軍のビジョンがね。3年目のシーズンはこちらのメンバーで開幕1軍を迎えたいと思います。まず投手ではマー君をローテーション1番手、このチームのエースとしてね、使いで、まあ、菅野、畑、田口、そしてドラ1の土井、メッセンジャーというローテーションですね。でサプライズで中継ぎに斉藤佑樹を開幕1軍で、もしかしたら見れるかもしれないね、マー君と斉藤の投手リレーがね、十分実現する可能性高いですよ。野手のベストオーダーっていうのがこちらになってますのでね、去年1番起用で使ってた秋山、やはりあれだけの長打力がある選手なので、もうこれから3番起用で行くのが正解で、代わりに坂本を1番起用ですね。でドラフト2位の赤羽という選手も対左の時はスタメンで使ったりと、まあ、去年とそこまで変わり映えのないオーダーではありますが、こちらのオーダーで戦っていきます。オープン戦はこれで終了。これからペナントレース開幕。え？何？今年は夏に国際野球大会でもあるインターナショナルベースボールカップが開催される年です。開催されている期間はペナントレースは一時お休みとなりますので、そのあたり変則的な日程にも注目です。そうだ！今作から国際大会っていうのが追加されたんですよね。俺もいつ行われるのかって楽しみにしてたんですけど、今年の夏、2020年の夏といえば東京オリンピックだ。その年に、このペナントでも開催されるわけですね。これは楽しみですよ。はい、これで2年目のオフシーズン実況は終了ということになりますのでね、次回の動画から2020年ペナント3年目のシーズンが始まるわけ。3年目シーズンは俺たちにとってどういうシーズンになるのか、世界大会もあるということなので、野球で盛り上がる、そういう2020年の3年目ペナントにしていく予定だ。お楽しみにね。じゃあ今回ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次回の動画もまたご視聴してくださると嬉しいです。グググググバイ、また会おう。